近畿大学工学部建築学科はこちらをご覧ください。建築学科には2つの特徴があります。1つ目は建築の設計力を鍛える教育。例えば授業で学ぶ木造住宅の実物がキャンパス内に建てられているなど実践力重視なんです。多くの建築家に直接設計を指導してもらう機会も多く、日本の第一線で活躍している建築家を招いて講演会や学生の作品に対する高評価が頻繁に行われています。その結果、全国レベルの設計コンペでは最優秀賞をはじめ、学生たちの作品が高い評価を受けているんです。2つ目の特徴は力学教育、つまり建築の構造を支える技術についての教育です。少人数クラスで分かるまで徹底的に教え、技術力を兼ね備えた建築家を育成しようという考えなんですね。このように充実した教育のおかげで、卒業後は有名な建築家の事務所や大手の組織設計事務所、建設会社などに就職する学生が多いんです。大手企業への就職率が高いというのは見逃せないポイントですね。